何言ってるか分かんないとこも聞こえるよね。元気もりもり、元気もりもりとかでもでもない。全然何言ってるか聞こえないんだけど。あの英語とかで一緒。うん？英語。あらリアに。チラチラチラさんありがとう、こんにちは。ちょっと皆さん待ってくださいね。休息ですごい。マジ裏側やね。うん、よいしょ。OK。これで二人も。じゃーん。こんばんは。メリクリ。メリー。あの君たら嬉しい。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。皆さんメリクリします。Yes。Yes。I'm。今日は3人で配信してるんですけど、なんとですね、 YouTube の動画編集がちょっと待ってないので、みんなでね頑張って、こんな感じで頑張っております。なんといつもの動画ならいいんですけどね、なんとクリスマスのやつを編集してるということで、ありがたいことにね、最近ちょっと忙しくさせてもらってましたから時間もなくてですね、格好はこんな浮かれてますがこんなサンタの帽子かぶる結構緊急事態みたいなシュールすぎる。なんか吉田もすることありますか？さっき2つくらいテロップして終わってた昨日途中までしか終わらせなかった。昨日寝ましょう。さすがに寝てて。ユースのペアットマークは、そう、昨日2人が劇場の間に私がこの動画やってたんですけど、終わらなくて、今ハッツがやっとミスがやってくれてます。お前も格好だけ浮かれようかな。浮かれよう。格好だけでも気分上げていかない。イエーイ。お忙しだね。お忙しのクリスマス。じゃあ私はここでなんか編集担当、今日の動画編集担当なんですよ。吉田さんも、ね、働かない。でも昨日ねちょっとこれやってたんですよ。吉田さん、あのクリスマスっぽいことなんか話してくれる。あ、私そうです。あ、撮ってくれたら話すんで。あ、わかりました。じゃあトーク係で回しようと思います。イエーイ。あ、皆さん何してるんですか？今日クリスマスだけども、クリスマスも仕事。それな。皆さん、メリークリスマス、うんうん、え、私も編集しました。皆さん、私だけめっちゃサボってるように見えて。皆さん、メリークリスマス。え、すごえ、ドーナツいっぱい買ってきてる。やばい。嘘でしょ。3個ずつどうぞ。何、嬉しい。なんでカレーも買ってくれなかった。なんかさ、ミスさあれ食べるようにさ、めっちゃ買ってきてるやんと思って一人でめっちゃ食べる一人食べる企画してる。ミスさちょっと見せますね、歯の、うん、やば、神じゃん。ちょっと見にくいか。めっちゃ入ってる。うわー、すごい。一人三個なんで。あ、見たに見せる。アレルギーないよ。ないないない。うわ、なんかさ、チョコの期間でしょ今。そう、すごい。めっちゃ買って、ありがとう、本当に。ありがとうございます、本当に。じゃあ、それで。うん。ミスだけ選んだよ。いいよ、でも好きなのしか買ってきてないから。みんな買ってくれた、優しい。ちょっと待ってね。確かに、ドーナツ、私たちと行ったらのミスと。そうだよ。じゃ あ, の計画、あの企画さ、うん、地味にファンの人みんななんかね、意外と見て、ね、見てくれてる。うん、チームさん、クリスマスプレゼント。じゃあ皆さんここで、それでは夢見るに聞きたいクリスマスっぽいことなんか、あ、なんか何でも何でもください。動画、あ、動画はみんな見てくれましたか？ね、いっぱい。
地味にとかじゃなくて好きなのが。ありがとうございます。あ、クレンプスナさんありがとうございます。まずかわいい。え、でもさ、この背景とかギフトも今日までなのかな。せっかく集まっていただいたんですけれども、今年はサンタさん来ました？いや、もう私はね、サンタさんはね、ちょっとお卒業で青山来なくなったんですけど。何？葉山呼ばれてるよ。葉山葉山葉山ママにね、あれ、今年のプレゼントは何がいいのって言われたんですけど、欲しいものが思い浮かばなくて、まだ保留中です。わかる、なんか年々さ、欲しいの思い浮かばなくて、ね、別になんかいらんない。なんか欲しいものがいっぱいあるけどね。そう、なんかこうやってあるはあるけど、別に今じゃなくてもいいですかね。だから めっちゃ欲しいっていうか、もう命をかけて欲しいレベルではないから、うんうん、ありがとう、おしのさん。こんにちは。ハピネスの歌よかったよ。やったー。いっぱい聴いてみてください。これ時計ないのかな。プレゼント交換してないんですよ。したことない、プレゼント交換とか。悲しいこと言うね。物欲はあるね、全然。欲しいものいっぱいすぎて。けどこうやってさ、クリスマスとかにプレゼント何って聞かれるとさ、ただの靴とかさ、もっと、あ、もっと待って、もっと欲しいものあるはずみたいな。でもここからはもう、物欲は今めっちゃありますね。服とかいろいろ欲しい。まずみんな大好きなですね。で、あのグラタンの話してたので、エビグラタン。グラタン。あと、でこれかだけおかず系かな。あとはチョコパイとハニーチューロスとフレン、なエンジェルフレンチと、あと今チョコ期間らしく。チョコのちょっといいポンデリングと、ありがとう、ビジネスメンタルいったけ、チョコ&チョコ、この配信はあやちゃんさん、ありがとうございますやつです。すごい、美味しそう。あのやさん、ありがとう。みんな今日動画上がれるかな。え、このシートってなんていう、飛沫防止シート、飛沫防止、なんだっけ、子宮じゃない、飛沫防止のやつって書いてみて、うん、わかるわかる、ツッコミがわかんない、なんか、あ、なんだっけな、フェイ、違う、パーテーション、パーテーション、ここのツッコミ誰か考えてほしいね。あとで入れとく、美味しいよね。こんな感じでいつも編集してますというお様子がね、お届けできて嬉しいですよ。私、お昼ご飯にセブンイレブンのチキン、あ、北海道全部入ってるかも、買ってきました。うわ、いいね。ピザ食べたい、ピザ。ピザ買ってくればよかったね。教会行こうって言われる。ウーバー。お腹すいた。食べようよ。水そう、自分たちでする、うん、それは当たり前です。羊かな。羊です。羊を私も聞いたかな。誰が吸ってました。羊です。あ、ツツジなんだ、あれ。多分。あ、なんか分からずにできた。そうよ。じゃあグー、あの口で言ってグーがジャケポパーか。最初はグー、ジャケポグー。あ、そういうことだ。こうでしょ。チョキ負けてるやんけ。お。お、じゃあ3個色のもいくぞよ。グージャケポパーで口で言ってやってさ。こういうことなのか。それば。バカだな。じゃんけんぽい。1、2、3、1、2、3、1、2、3で。そんないいの？え、待って、買ってきてるところ選ぶんだよ。そんなこと言ってた。全部食べたいの買ってきたって言ってた。どれでもいい。いくらかけてるんですか？まあ一応、これとこれとこれとこれがちょっと200円だよ。あ、東京！そんな。明日買ってきます。
よろしく。ほらこれ3つとかちょっとかな。面白い。選べない。全部いい。これセンターのデスク、いやマジでさ、この事務所でさ、レッスンの合間とかに編集してるんですけど、なんかみんながちょっと合間に練習したりとか、ご飯食べたりとか、話してたりとかしてて、みんな可愛いみんないる中でさ、メンバーが3人長い机にさ3人揃ってさ、こうやってカタカタしてるからさ、ここだけ会社のデスクみたいみたいな光景がよく見られます。あとたまにサヤリンも加わってきたりみたいな。サヤリンもねよくやってくる。そうです。 OL さんみたいになっちゃって、はい、あーじゃあありがとうございます。いただきます。もう悩んじゃうな。チョコ系な食べたいな。え、マジこれ美味しそう。じゃあカレー。私たち4つも食べなきゃよかった。4つも食べたの。すごいな。いただきます。チキン作ってるの。うわ美味しそう。はい、ありがとうございます。いただきました。いただきますね。あ、それなんだの。これめっちゃ美味しそう。チョコ期間限定メニューだ絶対。チョコのパイ、これチョコパイ？チョコパイよ。ありがとう。ここら辺何？これ何？これはポンデリングの、 あの今チョコのやつやってるじゃん。うんうん、だからチョコオンチョコみたいな。では。うん。いただきます。砂糖。なんかクリスマスっぽい感じがしてきた、ね。もちもちは禁止な？え？もちもちやん。もう食べる前から。やった。普通のチョコがかかってる。はい、リッサー。みんなポンデリング。ポンデリングでした。ポンデリング強いよな。やっぱり水戸といえばポンデリングですよ。誰も勝てないよ。イエーイ。最初にポンデリング食べよう。何しよう、マジで。やった。うん。ポンデコット。うまっ。20名。はいはいはい。なかなかだけ作っぽい。なかなか見たくないか。ちょっと待って。夢だね、夢のよう。うん。もちもち。美味しい。チョコだ、めっちゃ。乗ってんのは何？美味しいな。それともいっぱいですよ。お昼なのに。何これ。甘いですよ。うん。ミスドって定期的に食べないとダメじゃない？ね、ミスドに脅されてる。ダメじゃない？ダメじゃない？だから食べたくなるよね。うん。うん、うん、あ、ミスター作れてる。あ、こっちにしよう。おいしい、こんにちは。あるあるだよね。今編集してる動画はね、どんな動画かと言いますとね、あの、まあ、まあいつもの3人の感じがね、うん、出てるかなと思いますけど、楽しくねって感じの楽しい動画になっております。お楽しみに。クリカ上がりますので、うんうん、ありがとう森さん、国連パサランさん、ありがとうございます。ありがとう。水持ってくればよかった。
ちょっとなんかお水買ってきていい？うん。来てるよじゃあ本が。セブンのチキン美味しい。協力体制すぎる。何する？いい匂い、うんうん、何もしなかった眺めてただけただ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 椅子座ってふふって笑ってありがとうございますありがとうもう完成間近じゃない？え、もうね、あと交換をちょちょちょんって入れて、うん、終わりだけど少しありがとうございます、吉田さん。あ、ヘイチョウさん、ありがとうございます。ミニスカだよ。これも、結構おいしい。寒そうなやつだから、インナー着てます。そう、あとで写真撮ってるのがいるから待っててください。みんななんかプレゼントをもらったり買ったりしましたか？私はね、本当に何も買ってない。なんか自分へのご褒美でクリスマスコフレとか買おうかなとか思ったんですけど、結局買わなかったね。本当に今日クリスマス感がないんだよな。いいよね。ちょっとあるけどね。自分の。なんか熊ちゃん。買わなかったのなの。だからちょっとそうですね。親に買ってもらおうと思います。ちなみに妹はリカちゃんのお家が届いてたみたいです。サンタさんから届いてたみたいです。今日の絵服 SNS に載せます。ロキロキ見ながらピザ食べられてる途中で寝落ちます。どんな状況よ。あんのけね、見てくださいましたか？プレゼントありがとう。楽しい生き方ですね。リカちゃんのハウス。お疲れ様です。ありがとう。劇場に手紙届けたからね。やったー。劇場行くの楽しみです。ありがとうございます。リカちゃんの恋人を妹ちゃんに送りたい。恋人？恋人いるんだな。そう、森さん、見た。だけど、あの収録の後もすぐ予定あって書いてたからね。すごかったよ。なんか悪そうなサンタの顔をイラストでも探していこうかな。お、あ、届かない。
好きです。私サクランボじゃん。服。好きだね、サクランボ。もらった。美味しい。イラスト屋さんってさ、切ってもいいの？このさ半分ここだけ使いたいとか、加工してもいいの？あ、なるほどね。そのサンタさんで使いたいとき。面白い。みたいなありみたいな。あのあれ概要じゃない。ご利用。うちでも働いてる感じがして、あ、いいねただただうざい人超口だし、再販するって聞いたけど、吉田さん、ね、あ、お話し会ですか？来てください、待ってます、絶対来てください、強制です、強制です、堂々と言いますけど強制ですので来てください、絶対待ってますので絶対来てくださいイエーイ、あ、うまい、あ、ね、配信はね、6時には終わんなきゃいけないので、6時までに終わります。美味しかった。ありがとう。おいしい。おいしい。ありがとう。ありがとう。水飲みたい。美味しかったな。美味しかった。もうやめて。
着替えて。カレンちゃんパシリおもろい。どこ行きます？メリークリスマス。なんの？この怒りのマーク、怒りのマークフルーツだよなんか。私チキン食べてごめんなさいね。申し訳ない。じゃあ全身です。全身です、全身です、全身です。何それ？ジングルベルじゃん。カレンちゃんは身長、身長伸びてるのだって。おい、なんか、わかんない。測ってないんですよね。あなたは測ってない。高1から測ってない。それ、でも伸びてるねって言われるから。伸びてるのかな。うん、伸びてるのかな。ドーナツ巻きいただきます。何にしようかな。いただいちゃう。次、あと何がいい。迷っちゃう。優柔不断すぎて選べるんだ。そうそう、そのマークを使いたいんだけど。ね、めっちゃ可愛いよね。めっちゃ美味しいな。寒いかなと思ってこれ来ました。いえ、あーね、ちゃんと発酵だけでもクリスマス感があってよかったです。あの、はい、できてよかったです。会員登録させられるフリー素材。どれがいいと思いますか？え、ちょっと隠れちゃう。待って、きてなん、ちゃうやん。いや、どれ取れてた？ちゃうやん。ありがとう。イラストや、イラストや。あ、なんか AKB みたい。なんだね。なんか食べたことない肉。え、これパイ2つ入ってる？うん、グラタンパイ。どうぞ。チョコパイも美味しそう。みんなどっちの気分？チョコパイとかグラタン。甘い。
エビグラじゃ昨日もグラタン食べたんだけど、エビグラをいただきます、うん、うわめっちゃいい匂いするよ、あポケモンじゃん、かわいい、なんかもうピカチュウと、うん、イーブイと、え、甘いの食べてきた、めっちゃ無料、さっき何て言った、甘いの、甘いの自身にクリスマスプリン買わなかったんですよ、買おうかなと思ったんだけど、ね、結局ねもうクリスマス来ちゃったみたいな、どうしようかなとか思ってた、ありがとう、じゃーん、で女の子、じゃあなんだかキュレちゃんキュレがおきたです、ちゃんとしてんねん、延期法、ちゃんとしてんねん、いただきます、グラタン、はい、うんうん、うん、来たかもしれぬ、来た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 よ、これは、うん、グラタントーストしてる、そうか、ありがとう、お腹空いてる、こんなの見せたら、そうだよね、見せろ、頭にもにもにもに食べて、うん、温めた方がいいかな、うん、温める、温めなくても美味しい、うん、温めるか、パスリーあ、いいですよ、いいですよ、全然です、ありがとうございます、温めるイメージを買ったやつは、タレちゃんのファミリーのごめんね、マイクを使って、どれが話してるか、ごめんね、マイクを使って撮って、それを動画に重ねました、ごめんよ、みんな、まだできてない。サリマークだね。やばいやばい、パソコン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 が。サリマークがない。サリマーク。うんうん。聞いてここでもうログインされてるかな、ログインされてるかな、書けば書いた方が早い、あー今書こうかでしょ、ちょっと待ってね、この神宮ベイ歌ってとか全部歌ってか、悲しい、うざせない、お待たせしました、あ、食べてき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 ました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、今ミスターが自分の携帯で書いてくれてるやつです、うん、あ、いいよ、うん、うん、怒りも大丈夫。
私もみたいな。また帰ってくるのに、それが疲れミスター、昨日 MC でカレンちゃんのこと話してくれてありがとうね。私のこと話してくれたってことじゃないですか、うん、私のこと話してくださったんですかね。はい、えそう話してた。怖い。でも私あるんで、うん、何話したの。ミスターよく食べるんだね。ねえ、ちょっと疲れなかった。もうちょっと待ってください。みっちゃんさん、理学上のプレゼント。今って感じ。あ、待って、見えた。4時16分だ。もう懐かしい感じで、その日が。うん、撮影の日。熱っ。クリスマスは美味しいものを食べるに限ります。なんか食べましたか皆さん。にん、ケーキ食べたいな。今日食べれたらいいな、クリスマスケーキ。え、待って、見せびな中しな食べます。見てください、この熱々です。エビグラタン入りパイです。でもふわふわで、いただきます。お腹空いてきちゃうね。申し訳ないです。とても美味しい。みんなもぜひ食べて。何か昨日チキンチーズケーキ食べて、今日はコンビニのチキン。いいね。なんか食べたくなるよね、クリスマスって。やっぱりしかもさ、コンビニとか行ってもさ、クリスマスっぽくさしてあるやん、チキンとかさ。食べたくなっちゃうよね。ダメすぎた。え、いや、そんなことないと思う。何をもらいましたか。私は終わる、終わりました。もうじゃあ BGM 担当変わるさ。あ、私が BGM 入れなきゃいけないんだけど、あ、待って、トナカイにせっかく怒りマークを書いたのにつけます。電気室で食べてる。めっちゃみんなに見せるために、見せびらかすために。みんなミストに行ったらそれが食べたくなる。あ、でもエビ入ってるから美味しい。
明日いつ配信しようかな。OK。明日は六本木アイドルフェスさんに出演させていただきますから、ね。朝とかに。OK。私早くネイル配信したいのにする暇はなくて、ちょっと放置なんですよ。終わりました。できる。終わりましたよ。明日はとりあえずね、イベントは楽しみです。午前中とかにしよっかな。イベントが結構ね、出番がおすすめですからね。そう、おすすめなんですよ。だから終わった後だと。だから。そうかな。朝か昼か。なくなったの？最近寝るの遅くなっちゃって、12時までには寝てたけど、最近毎日4時くらい寝てる。やばい、4時だ。明日はイベントですか？クリスマスらしいことは昨日、いや、本当に良くない。本当分かってはいるものの、まあまあまあ仕方ないんですけども、はあ、美味しいです。お話し会ありがとう。サンタすごい可愛かったよ。お話し会ありがとう。サンタすごい可愛かったよ。お話し会、いや、眠れる。一瞬で眠れる。お話し会すぐパッて。いつのお話し会のことだ。今日はいないぞ、ぼくちゃん。今日たくさん筋トレしようね。うん、した。明日イベントなのにね。本当だよね、やばいよね。もう手遅れ。今日はクリスマスだから。確かに。飲み物あります。喉乾くね、やっぱデートしたのに遅刻しました。美味しい。それはしょうがないもんね。うまい。昨日は会社の飲み会で見過ごした。キャンプ場に飲み会あるんですけど、うん、そう、クリスマスだからゼロカロリー、いいこと言いますやん。本当だよ、本当だよ。しよう。今ミスターが頑張ってくれています。今デート中でこれからホテルでディナーだよ。絶対配信見ちゃダメだよ私の。絶対配信やめたほうがいいよ。怒らせちゃうよ、データ相手。
いいね、おしゃれじゃん。クリスマスって感じ。楽しいんじゃない。担当がミスターに移った。ミスターが担当中です。今来るときにおしゃれしたカップルさんたちがいっぱいいて、あ、しかも今日ほこりしました。ラーメン屋さんの前でカップルがラーメン待ってた。いいね、なんかいいね、クリスマスにラーメンってのね、なんかそのなんて言うんだろう、クリスマスだからとか特別な日だから関係なく、普段の僕と気を勝手なもん。チキン投げつけなって。そんなことありません。食べ終わった骨。食べ終わって。骨。ちょっと待って、メイクポーチさせてくれ。あ、いや。はぁ、お腹がいっぱいだよ。ひどすぎるわ。恋します、たっぷり。まだ概要欄とか写真とかまだ何も送ってないよね。送んないとだよね。先送ったところでか。写真送った。あ、送ったな、早い。よし。ミスタールーム泊まる？ああ、ね。いろいろ調べてる。先週のね、やつを調べて。忙しい。よしよしよし。ミューさん、プレゼントありがとう。何食べてるの？ミスターが買ってきてくれた。ミスタードーナツ。ミスタードーナツ。ミスタードーナツ。アイドルがコスプレする日いいじゃん。でも私もアイドル行くんかったら多分クリスマスコスプレもしないしさ、うん、何もない日だったんだろうな。家で家族とクリスマス。この口につけたら味しませんね。まあまあまあ、パッとしたケーキも。じゃ筋トレしますか皆さん。クリスマスということでクリスマス筋トレでもいいですか。何じゃそりゃ。いや今日ねやろうと思ってたことがあるんだけど、ちょっとね悩み中だろうか。お。本当だよね。みんな。どっちなのか。それじゃあここからはみみるに聞きたい質問コーナー。ミスターのファンの皆さんのコメントを読むので、ミスターが編集してる間私が皆さんのことも読んであげます。読み返した自分の編集ミスターにやらせて読んであげますので、ここで何でもみみるに答えてほしい質問コーナーの時間。何でもお答えします。こちらも見ますので安心してください。川原さんのファンの皆さん安心したまえ。何でもどしどし安心したまえください。安心したまえください。質問コーナー、夢見る質問コーナー、イエーイ。こんな機会にしか聞けないことたくさんあると思いますけども、ここだけは直してほしいところを教えて。ここだけは直してほしいこと、誰から行きます？誰から行きます？ない。そういうとこ。あ、そういうとこ。もう面白い。ちょっとさ、巻き戻したいんだけど、今の発音。すごいガチな説教始まるのかと思ったら、ミスターって先生のさ、ちょっとさ、いつもは真面目なさ、生徒にさ、ちょっと失敗的にさ、あつかちゃんって時のトーンだから笑っちゃった。懐かしい。
特にないですね。うん、ないかな。微妙な。ないですね。はい、ないです。三人で相撲を取ったら誰が一番強いの？一回やってみる。意外とミスターだったね。ミサは折れそうなのでちょっと怖いです、投げれないです。メンバー3人の欲しい能力は、メンバーのってこと、3人の誰かの欲しい能力、1人選ぶってこと、なんかこの人はこれでとかじゃなくて、ああ、どう、何でも、じゃあって何？能力と。能力？私はハッツのセンスが欲しい。あ、嬉しい。面白い。あ、ハスカのカレンちゃんのインスタのストーリーの返信のやつ好き。ストーリーだよね。すごく言われるんだけど。真面目に答えてね。あのミスターの振りが分かんないのをごまかすあの凄さ。うまいからね。間違ってる顔出さずに間違えるやつ、すごさが欲しい。でも大事だよね、うん、本当に上手い人しかできないもん、すごい、すんごいしれーっしれーっと真顔でさ、あかんねあれあれで欲しい、恥ずかも間違えた劇場とかも昨日さ、もう間違えたけしかもさ、2人の通り過ぎに間違えんね、ミスさん間違えたよね、あれ間違えた、どっちが間違えた、あれ今言うの、前がさ、光と影の日のさ、入り間違えたよね、はい、最初、うん、あなたが、え、私違う、嘘だ、ここでも最初、あ、そっちね、それね、あ、あの歌の方かと思った、歌詞の方、あ、歌詞ね、歌詞に間違えた、もうぐちゃぐちゃどっちもどっち振り間違えたし、歌もこれ間違えたって、ダンダンってさ、こう前に行ってからワンツーツイってやんなきゃいけないんだけど、前に行くタイミング間違えたからドン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 、やばいよ、二人で前に行くんだけど、前にタイミング分かんなくて、で二人で、あ、こうやってやったのね、そしたら隣でってあげちゃって、違う、えっと思って座るってあげちゃって、ここから入ってる、そうだ、ほら一番真ん中でね、やっちまったよね、まあドヤ顔で過ごしたけど間違えた、バッチリ映ってたからね、そこだってでもね、真ん中だったからさ、まだ違和感なかったよ、あ、ね、一番あの端から2番目の人が開けてたら一番目、真ん中だからよかった、確認しますって、やめて、確認してくれ、今言った質問は北北キユさん、ありがとう、うん、踊りいや踊りはごまかしてダメですよ、本当はね、本当はごまかしてダメなんですけど、間違えることが大事なのから、そうそう、その間違いをどれだけ間違いにしないかっていう、うん、いいこと言いますね、本当にそうなんですよ、厳しい質問していいですか、まあ、質問によっては読まないにしてくださいあったミサの皆さんないですか、大丈夫、ミサの輪のみんな、ハッツ大事だよ、いいね、質問は全部メモって大事でも作ろうか、あ、遊びに来たよ、ありがとう、じゃミサ編集してるからね、うん、ミサ映ってもらおう、晴れちゃう、本当暑いよね、本当分からない、初めての分からない、ありがとう分かるもんなんかな、間違いようによるか、合ってますよっていう、うん、空気出すの得意だから、うん、しきったねそう、初めて間違えたの、昨日とか間違えた、絞り出してください。
終わり。あ、質問。一日だけ変われるなら誰になりたい？人3人の誰？誰になりたい？確かミスターになって足を出しまくる服着たい。ウケる。そうだな。そう、絞り出して絞り出して、みんな絞り出して、3人揃っててさ、質問できることなんてそんなあるわけじゃないですからね。この機会にぜひぜひ。発信に目指してる割に投稿少ないですか？それね。それね。まあ YouTube はね、 YouTube は本職じゃないですからね。そうね、絞りに全く頑張っていきましょう。一番足早いのは、一番足早いのは初じゃん。 50m 何秒最高、一番最高、一番最後に測ったのが 8.6 秒。おお、でも早くない？普通に。嘘、めっちゃ遅い。遅いのってなんだ、 9.9 後半から10秒台だと思ってた。ハットさ、 AKB の運動会でやってたよね。リレーじゃなくて 50m かなんか。でもあれさ、うん、あと縄跳びがいいって言ってたの。えそう、縄跳びがいいって言ってたのに 50m ってなっててさ。でもめっちゃ早かったよ、人数合わせ。そんなことそら走ったらさ、思ったより速くてさ、スタッフさんに宇多田ちゃん思ったより速いね。でまずあれですよ、ミラモンのやつ2位かなんかになった。すごっ。3位か、一番最後だったけど 8.3 秒。でもそんな変わんないよ。ミスター何秒？ 8.2。 え、ミスター意外と遅そうに見えた。一番あれは苦手。え、なんか詰めてる。短距離めっちゃ遅い。ブルブル出る。三人が姉妹だったら長女、次女。ああ。うん、あんま分かんないね。ヒカルとか言ったら絶対ヒカル一番下になるけどさ。うん。でもヒカルは。しっかりはしてる。ヒカル、あ、ヒカル。ヒカルは長女って感じする。嘘。うん。いやか。末っ子だけどね、実際。あ、でもこの、あ、ミスターも長女だっけ、あの、うん、だよね、うん、ミスターは、またミスターはしっかりしてるけど抜けてる、半々人間。たまにさ、ここでミスるんだみたいなとこでさ、ミスターさ、たまに抜けてるなと思うから、うん、危ないけど。でも面倒見はいいタイプ。ミスター空気抵抗少なそうだって。見えすぎが。三人で旅行行くならどこ行きたいですか？え、めっちゃあるんだよね。うん、行きたいとこばっかり。なんか場所っていう、まあ結局、うん、場所はどこでも三人で行ったら楽しいと思うので、場所っていうよりなんか旅館とか泊まってみたいですね。まあでも隣で潔癖症で温泉に入らせたり。いや、いいです、いいです、入りましょう。でも行ったもんね、温泉一緒に。行ったやん。あ、行ったわ。ね、あ、行った行った行った。でもほぼほぼ貸し切りみたいなとこだもんね。うん、綺麗な、ああいうあれくらいなら全然行ける。あんまり人がいない時間に行ったから。そう、うん、じゃあプライベートね。うん、うん、あのね、ひまわりを見に行った、ね、秋に咲くひまわりがあって綺麗かったね。3人は自転車乗れるの？乗れる。乗れます。新チーム4は夢見るとポンポコさんのチームですが、ライバル心はありますか？ありません。ないです。こんにちは。ヒロさん。ライバルは自分ですね。なんか出てきた。なんか出てきたよ。自分にまずは勝たないと。そうだよね。自分自身。3人で一番女子力が高いのとおじさん力が高いのは。女子力はミスターじゃない？なんかコンパクトに、なんかいろいろポーチとかに入れてるじゃん。あ、充電器とかさ、マーケット。確かに持ち物多い。うん、でもミスターの特徴一つ、持ち物多い。持ち物めっちゃ多いね。で、毎日肩死んでるみたいな言ってる。間違いない。あ、間違いない。口癖。皆さん、おじさん力は半地下で。
そうやろ。ミスターのリアクションなの。あ、かっこよかった。めっちゃ似合ってた、あの曲。てか似合うだろうなと思ってたけどね。ひゆきさん、ありがとう。こんにちは。こんにちは。もう外暗いんだ。早いね。え？いや。もう終わるよ、今日。遊びましょうか、今夜抱かれてもいい、私濡れるまま何も気にしないで。こんばんは。じゃあここで、お、お、じゃあここでおしゃべりたい。台本があったんですよ。グダグダすぎるやろ。言うのは台本があったんですけど、これは自由にフリートークだよ。何でも。何でも。回ってる。一番早く結婚したのはカレンちゃん。絶対な めっちゃ言うよね。うん、ミッサーは33とかでしてそう。そう。ハッツ絶対遅い。なんなんだ独身。あ、やめて、やめて、やめて。分かんないよ、私が言っちゃわないかもよ、急に。分かんないね、誰だろうね、でも。でもカレンちゃんって言うんだよな。なんか、もうしれっとした LINE で、結婚することになりましたって思ってるか、LINE のアイコンが結婚式になってる。やる、生まれてた。ここの溝埋まってるよ。いや、私は多分遅いんだから30くらい、30くらいですね。九州の人は早そうなイメージある。どんなイメージ？確かにな、マジ？沖縄とか早そう。何のイメージや。リーダーはいないですよ。みんなでやってます。うん。そうなんだ。プラさんって仲良くなりたいメンバー。結構仲良くなりたいメンバー。そうなった。カレンちゃんはまず無印で家具とかすべて揃えるとさ、もう無印のイメージ。なんかミスターはめっちゃテキパキ子供の準備してそう、あの幼稚園とかだと、うん、はい、手がけで、はい、はい、ご飯、はい、あの時間。なんか怒るの時間を真顔でさやってそう。入ってくれ、入ってくれ、入ってくれ。わかる。ハッツイメージないな。ああ、なるほどね。24が売れてて25で売るのって早くね。25とか早くね。ハッツさ、あ、なんて言いましたっけ。どんな草のやつを、うん、なんかおあの何、親とかお母さんとかにってさ、子供に怒ってるのが想像できない。ハッツの怒ってるとこマッチで見たことないんだけど。嘘。え、マッチで見たことなくない？なんか怒るっていうか、ブチ切れはない、ブチ切れっていうか、うん、こう表に出すことないじゃん、うん、あ、まあね、そう、ひそかにふつふつ切れてるイメージ。いや、分かるでしょ、ハツカがイラついてんなって。分かる分かる。でも怒りはしないね、確かに。うん、カレンちゃんも見たことないよ、怒ってるとこ。あ、でもなんかさ、なんかさ、ちょっとさ、イラってくることがあったら、すっごい早口でなんか喋ってるイメージ。うそ。え、ほんとにさ、ほんとだ。ほんとに今、ありえない。ありえない言う、ありえない言う。あの、そう、全然記憶にない。
さ、キャラ弁作りそう。わー、作りそう。作りそう。めっちゃうまいの作ってそう。絶対作らんでしょ、めんどくさく言えない。作りそう。好きそうだもん。さあ、おいしいご飯作りそうだな。ありがとうございます。今までメンバーに怒られガチでキレられたファンの方っているのかな。ガチでガチ。得意料理を教えて。ハンバーグ。カレンちゃん毎食インスタ上げてそうだって。ん、木のプレートとかのさ、おしゃれなのかけてさ、インスタ上げてそう。いいイメージやん。おしゃれな、いいイメージやん。イメージあくまでいいよ。こんにちは。早口に、ね、私早口もどんな状況？今。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。見えた？ありがとう。本当はさ、うん、クリスマスプレゼントっていう企画をやろうと思ったんだけど、あ、そうなんだよ。人にしっかり怒れる人はすごいなと思う。もう怒れなくない？でも宇多田母はね、私とあんま性格違い一緒じゃないんだよ。想像つかよ。どんな人？お母さん。ペラペラ喋るよ。ペラペラ。もう誰とでもペラペラしてる。誰とでもとか普通になんだろうな。なんかその初対面のさ、うん、奥さんとかとの会話とかでもペラ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 喋って、声が高いんですよ。真反対じゃん。うん。なんかすぐお店の人とかにさ、うん、なんかわかないなと思ったらずっと探してみたんだけどさ、すぐお店の人に聞いて、あ、すみませんこれがないんですけど。おお。私。ミスすぐあるなんか探す時間もったいない。うん。最近、うん、なかったら入れですし。で、20日のお父さんは全く喋んない。お父さんタイプじゃん。なんで、ね、そうなんや。ゆきはさ、こうさ、外旅行先とかで道わかんなくなった時とか、お父さんいつもお母さんに、おい、誰か聞いてこいよ。やばい、親トークおもろいね。面白い。でお母さんが、あのすいません、ここ行きたいんですけどって聞いていつも。もう。で、上手くなってるよね、夫婦って。なんかでもミスさんのお父さんはめっちゃ明るいイメージ。めちゃくちゃ明るいイメージ。多分まさにこの親からこの子って感じですよね。陽気だ。みんな陽気だね。お母さんも。陽気だよね。お母さんもあんまった。あとで君と聞いたことない。顔が一緒見える。あ、でもね、一緒だった気がマジでミスターの顔がみんな似てるからね。まあ同じ顔だもん。みんなミスターミスターミスターもう毎回ミスター、妹さんの動画ミスターってもらった時にミスターがいるやん。めっちゃ笑ってる。めっちゃ似てる。似てる、すごいね、やっぱ遺伝ってすごい、うん、私のお父さん超なんですよ。カズカのお父さん、テレビ電話してる時に見たことがある。家族でさ、よく電話してるもんね、でも。まあ、たまにそう、電話するよし。いや、いいな。カレンちゃんのお母さんの登場のはずが全く知らない。マジ？うん。妹さんしか見たことない。ショールームでやってる。超昔。そうなんですよ。こんにちは。すごい、
平地に集中するミサちゃんも綺麗っていうファンの鏡のような素晴らしい。やるまでの時間は若いよね。それやね。どうすればいいんだろう。夢見る、夢見る、夢見る。3人、あ、まあそうだね。3人のユニット公演見たい。わ、いいね。いいね。見たいね。じゃあここで3人で公演をするとしたら何をするかかけていきたいと思います。かわいいブロック、ゴリゴリかわいいブロックとゴリゴリ踊るブロックって作る、うん、確かに。でもどちらかというとみんなあんまブルブルしてないもんね、キャラが。じゃああれだね、天使の尻尾天使の尻尾を全力ブロックでもかっこいい系やりたいな、ね、かっこいい系だもんね、3人と8割 MC 新しい。見合う。見たい恋をしたって。この前3人ユニット見てたよね。あったんだよね。何がいいと思いますか。絶対やりたい、いつかコンサートで。3人でね。うん。なんか言ってくれそうじゃない、アピールしてたら。しよう。うん、なんで？え？アピールしてたら入れてくれないかな。黒い天使、はいはい。そっと閉じでいいですか？そっと閉じる？そっと閉じ。ショートコント。おにゅうの上巻き、懐かしい。エイトやってた。おにゅうの上巻き。めっちゃルカちゃんのイメージがある。おにゅうの上巻き。何こういうのやってたんだろうな。エイトのツアーでやってたの。かわいいね。アンニュムシュート。風の中でひまわりが揺れる道を全力で走ってる。今日はほんまに3人じゃないけど、モニカ歌詞に夢見るって入ってる。モニカどこに夢見るの？夢見る。君だけが落ち込んでもしょうがない。光が当たらない時もある。頑張って頑張って焦ったらどうしても空回りするだろう。僕は知ってるよ君の涙を。そっと拭って隠していたこと。神様だってそんな思いを見捨てたりしない。モニカモニカもうこれ以上せめてどうする。モニカモニカ強くなるんだ。もう誰も悪くないのさ。絶望はチャンスじゃないか。ここで立ち上がれ。出てこないね。モニカやりたい、やってみたいな。俺やりたい、めっちゃ。何ソロで歌いたい？ソロ？あ、暗い曲歌いたい。言い方。暗い曲歌いたい。うん。うん。お水。え、早くない？水飲んで。取りに行こうか。水食べた。これ普通のチュロスだよね、これ。ハニーチュロス。だよね。うん、なんかいつもと違うなと思ってた、一緒か。みんな食べない？まだ。食べる。食べなさい。何がいいの？おー、え、4つじゃん。あ、誰か食べたら1個。ミス食べてるよね。あのね、チョコが。あ、そうだった。チョコがいいな。
なんかチョコパイ食べたい人いない？いいよ、多分。私は。これで。うわー、これでいいよ。それよりマジ、え、モニカ絶対やりたい。なんかさ、熊本ツアーでやっててさ、うん、絶対や。どういう調べたやつ、違うやつか、持ってきたやつ、あ、違うやつ、持ってきたやつ絶対、絶対やりたい。モニカ熊本ツアーもさ、やってた、ね、めっちゃかっこよくてさ、もうこれ絶対にやりたいと思ってます。昨日ケイちゃんの配信で名前出せよ。ええ、なんてくちゃった、待て、早く超怒られた。冗談機も2人でいい、今あ、いよいよ、うん、これ多分コンセントさ、つけっぱで切ってその取れるんだよ、ね、すごい置いてきた、多分それを早く。今日は18時までやります。あと1時間くらいですね、うん、じゃあチョコパイ食べます。これ初めて食べる。なんかさ、ミスド行くために美味しそうだなと思って。期間限定、うん、ポンポンってじゃないか。え、やめ、いや、表表より大きかったな。食べた？一口。あ、一口。あ、ちぎっていいじゃん。え、くそ、潰れるな。うん。目が高いかも。あとちょっと。今日は18時まで配信しまーす。ごめん、汚くなった。ちょっと仕方ない。ちょっと後で切りにしよう。めっちゃ美女いい。納豆エンジェルやりたくないな。やっぱり今日は髪を何もしてないのでボサボサ、うん、横顔綺麗や、2人とも、2人とも横顔綺麗や。いや、真正面からの顔は綺麗なんですけど横顔がとても綺麗なの。チューブサポートだけど綺麗綺麗。ね、これネタなんか本当なんかマジでわからないんで。彼女がワインの瓶抱えて爆睡して困ってるよ。本当それ。ん、何を？まワインの瓶を抱えて爆睡して困ってるよ。絶対嘘やんけ。誰サンタが？違う、彼女が。彼女。本当だ。この時間にワインの瓶抱えて寝る彼女おるんか。すごいもんだね。うん、こんにちは。じゃあ私はチュロス食べて、え、いいですか？いや、ポンデリングちゃんと食べて。どれがいいですか？ミスさん、ありがとう、本当に。次は私が何がいいの？何かスイーツを。あ、じゃあ、あのさ、ポン食べちゃうよ。チュロス食べちゃうよ。モンブランのマリトッツォ。ありがとうね。9個買ってくるね、ミスター。モンブラン6個。9個も？うん。嫌いになっちゃう。もう何の9個もいらないよ。一番お酒強いのはね。まあ、私じゃね。飲んだことないけど。なんか私の気がするんだけど。いや、私だと思う。いや、私ジェラシーの人強いよ。みんな自分が一番、ね、めっちゃお母さんとお父さん強いからね。お水乾いてくる。みんな永遠に飲んでる。じゃあ誰が強いかみんなで二十歳になってから。
もうミスターとかあと4ヶ月もないやん。3ヶ月、うん、そう、4ヶ月か。4ヶ月か。そっか、もうお酒飲めちゃうね。早い。いや、やばい、来年の今頃成人式でウハウハしてるだろうな。確かに。やばい、ちょっと今日ぐらいから緊張してる。あっという間だろうな、でも。楽しみ、めっちゃ。成人式やばい、楽しみ。成人式マジ楽しみ。え、だよね、うん、めっちゃ楽しみすぎる。吉田さん強そう。九州の2人が強そう。でもやっぱ九州とお酒系のイメージあるけどね。いやなんかすごい層になってる、うん、チョコパイです。もうチョコ尽くしみたいな、わ、うん、かる。遊園地行くとチュロス毎回食べたくなる。おお。ああと6、お酒ね、一緒に飲み行きたいですみんなで。ね、一番最初ミスターだよ。ミスターが二十歳になった時は誰も一緒にお酒を飲めない。で、私の時はミスターと一緒に飲めると。で、彼の時は私とミスターと彼と飲めると。うん、おお、サインちゃん。当たり前。カルンが一番最後、思い出しました。カルン、もうミスターと1年くらい違うんだね。そうなんだ。まだミスターと仲良くなかった時にさ、うん、入ったばっかで、超どうでもいい話だよ。うん、なんかさ、うん、エレベーターでさ、うん、ミスターが入ってまだ本当に1ヶ月とかの時にさ、うん、なんて言ったんだっけな、いやすごい多分若いメンバーばっかでさ、うん、私がここの中で一番年上だって言って出てって。で後からミスターの誕生日調べたら自分より誕生日早くて部屋の中であ私年下だったってずっと思ってたことあるんだよね。超どうでもいい話。勝手に後輩だから年下だろうなと思ってた。ねえ、帰って一人でそうしたそれをまた覚えてるっていうね、6年経っても、うん、うわっおいしい。そう、前髪ね、そう、私はまだお酒飲めないんですよ。楽しみです。お酒一杯目みんな何飲んだんですかね。ファンの方、ごはー。でもお水ちゃうしな、お酒飲めるようになったら飲みに行こうとか行けるから楽しみだけど、でもお酒飲めるようになったら逆に付き合いが面倒くなることも多そう。さらに飲みに誘われてなんか付き合う人選んでいかないんですよ。飲み行こうよみたいな面倒なことが増えそうだな、うん、知らんけど、うん、うん、謎謎です。12月24日に大変な思いをするゾンビは、うん、だから謎だ。芋焼酎美味しいよ、うん、美味しいんだ。九州ね、酒が有名な。何のお酒が美味しいんだ。カシオレよく聞く。あー、なんかなんか飲み会でなんか頼むみたいな。わかるわかる。で聞く名前。
イブ黒でイがイブイ袋あ胃袋、うん、おーもつ鍋とお酒おーいいね、うん、楽しみですね。カシオレってどういうお酒なんですか？カシスオレンジ。そのカシスオレンジに何を入れてんですか？うん、タコソース入れるみたい。ご飯。何をカシオレンジになるんですか？カシスオレンジだったらカシスオレンジジュースもあるそうですよね。何をミキュール。カフェミキュール。このクリスマスのギフトは今日までなんですか？今日までなの？うん、なんだろう。悲しい。クリスマス終わっちゃうんだ。プレゼントとか。ちょっと今日一日が終わらないように粘っていきたい。わかる。寂しすぎる。リキュールのオレンジソーダ、そうなんだ。リキュールか。よくわからない。ミッツは目は乾燥していませんか？だって。いつものことで。ブルーライトカットメガネ。メガネ屋さんでやっぱ作った方がいいのか。いくらぐらいかかるんだろう。作ろう。メガネ屋さん。メガネ買ったことないから分かんないな。明日の24時まで、あ、そうだな、明日までクリスマス粘れるの？クリスマス終わったらもうクリスマスも終わったらもう今年終わるじゃんね。それやだ、今年終わるじゃん。やだやだ、早すぎるでしょ。それは早すぎる、やめてくれ。去年の今頃は私は勉強してたな。サングラスね。確かにメガネはしたことないというか、目はいいからね。いいな、目いいのって人生得してるよ。本当にそれ良かったなと思う。目悪い人ってめっちゃお金かかるやん。めちゃくちゃかかるよ。だってこの差がすごいよね。なんかしてほしい。うん。矯正とか歯の矯正とか。うん。もう私全部やってるじゃん。すごい水をガブガブ飲んでしまう。いや早かったね。コンタクトしてないです。したことなくて。カラコンしてみたい。カラコン知ってみるの。カラコンだってどうなしだし買いやすいじゃん。うん。どれがおすすめ？よくしてるよね。でも言ったんですけど、今まで買ったことある種類1、2、3種類くらいしか買ったことない。そんなだよ。昨日つけたけどね。久しぶりに。え、てかさ、普段コンタクト？普段ずっとコンタクトだよ。そういえば、ミスさんもコンタクト、うん、ミスさん、あのさ、なんかコンタクト洗うやついつも持ってるイメージだったけど。なんか上着シルクだよ。うん、なんかさ、頑張ってコメントしたのかなって、うん、めっちゃ可愛いでいくと思えてくる。頑張ってさ、考えたコメントがこれなの、かわいいな。かわいい。動画早くなるっていうよね。ねえ、迷惑にならなくていいな。こんにちは。こんにちは。めっちゃノロノロ食べてた。
ボリュームがとっても出ますよ。メガネさ、かかんないけどさ、さすがにさ、やっぱさ、メガネ取らないといけない。私とかさ、アイドルやっててメガネかけるのって、ハルくんみたいに、特別なレースって言ったらいいけど、やっぱメガネかけたら、私動画強いから目ちっちゃくなるし、やっぱり可愛く言おうと思ったら、コンタクト取った方が可愛いな、テラちゃんさん。ってなるとね、やっぱりね、コンタクト取って必要なんだよね。あと運動とかするから。何かけてると賢く見えるよね。お目指しに注文したよ。パパありがとう。何か入れてみてくださいよ。ありがみさー、さすが手伝えたくて、あれバンされちゃう。レーシックね、受けてみたいなと思うけど怖いんよね。怖いなと思っちゃう。パパがなんか楽だろうなと思うけど、超おすすめしてくる。楽だよね、そりゃ。でも怖いよな。だって目をいじるんだよ。怖いね。怖いね。あるあるせちさん、かわいい、ありがとう。ダンスリングちゃん。そうだよね。あるあるせちさん、クリスマスプレゼント、ありがとう。今日は日曜日？土曜日か、今日。いいじゃん、元気そう。今日は？ちょっと高いよね。うん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 。コンタクト全然不便じゃない。今慣れたら不便っていうか慣れだよね。もう朝つけるのももうパッパカパッパッパーって洗うのはさっきの乾くのかな。視力変わるたびに変えないといけないし、そうだよね。まだ視力落ちそうだしな。でもミスターって何なの、あのコンタクトと。マスクもない。乱視入ってきたんだよ最近。最悪。入ってきた。なんでこんな私の目って弱いの。こんな悪くなっていくんだろう。なーなープレゼントよりあなたの手に抱かれたかった。トークテーマルーレット。トゥルルルルル。お、タクシー1日乗り放題ならどこに行く？むずいきなり。旅行。どこ行く？朝から江ノ島行って、うん、江ノ島回って、で帰ってくる。ずっと運転してもらえるんでしょ。最高じゃん。それだったらなんか。車でしか行けない。そう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 。バナジーさん、働きそうか、お金の私服ですよ。口の下についてるのチョコ、うんと思ったらニキビでした。え、これニキビだよね。え？え、ニキビなのこれ。ごめん。なんか黒いけどね。ニキビだ。ここに最近ニキビできた。ニキビだとしたらニキビ跡みたいな。ニキビ跡、ニキビ跡です。次のトークテーマ。次いきますね。
推しについて語ろう。推し側でした。推し側でした。ごめんな。すいません。推しいますか？なんかどっかにアニメとか。でも別になんか推しアニメ超好きとかで感じないもんね。三人ともね。推しか。アイドルさんでとかいないね。そんなガッツリハマるタイプじゃない。好きな人とかそのいるけど、そういう推し。推しだけど、うん、なんかもう語れるほどじゃない。分かる、うん、次いきます。はい、じゃん。今ハマっているゲームは何？ゲーム全然やんない。え、3人とも。あ、でもしないよ。やんないね。やんないですね。何もしないよね。やばい、やばい、やば。ちょっと次、じゃん。旅行するときはノープランオア計画。ノープラン。彼もがっつり計画。おお。なんかもう細かくはみたいな。ここ行ってここ行ってじゃないとなんか一日無駄にした気分。わかるわかる。なんか何事にも計画立てちゃうんだよ。なんかもうこの時間くらいにここら辺についてまあここら辺行けたらいいかなみたいな。でもさ、それでさ、綺麗にさまとまるよね、初って。何事も。そう。うん、まとまってる。そう。すごいなっといつも思います。なんかそんなことあった。続いていきました。次いきます。一日だけ性別が入れ替わるなら何する？男性なんてことでしょ。何する、うん、え、普通にさ、男に入りたいとかないでしょ。だって何する？何だろうな。分かんない。その男、え、分かんないな。だって身長とかもさ、男性って言ってもみんながみんなね、オッケーだよね。難しいね。やっぱメイクとかさ、ファッションも今さ、そんな関係なく、ね、なってきてる時代だし。男性だからとかないよね、特に。なんかある男性。なんだろう、なんだろう。男性だから。アイドル、ああ、うん、男性アイドルになるみたいな。確かに、女性からさ、キャーみたいな。確かに。それはやってみたいね、なんか。あ、でもな、あの、一旦男性、女性関係なく、身長180、5とかになってみて、どういう景色か見てみたい。どういう景色か見てみたい。180超えるくらいになってみたい。185は大きすぎ？大きい。弟は186。大きすぎって言われて185を超えてきてびっくりした、うん、でもでかいでしょ。でうん、めっちゃでかいですたらなんか、そうそうね。でもやっぱね、慣れてるから。そうだよね。まあでもそんなもんじゃない、うん、まあ、そんなもんね。じゃあちょうどいい身長の高さって何センチなんだろう。でもさ、女性と男性で違うんだよ。日本人の平均ってでも170センチなんでしょ。170センチだったら、20センチ差だったら180センチになっちゃう。うん。だって女性の平均が158でしょ、確か。うん。158って意外にでかくない？わかんない、そんなもんか。でも高い人も低い人もいるからね。でもこれ自分の身長が155くらいかと思ってた、私平均。そんな感じ。なんで155くらいかなって平均。でもまさかめちゃめちゃ平均だと思ってた。159とか60とかだから185、2% ぐらいしかいないの。嘘、そうなの。そうなの。でも日本人は、うん、日本人は100、そう、でも186ある、ある人頭、まあ、いつもこんなくぐるみたいな、あんまりないよ。なんかそう、でも185センチが今どんくらいなんかわからないんだけど、そう、うん、身近な人で185センチとかいなくない？マネージャーさんとかで。いないね。いないよね。もしマネ、どう、180。マネージャーさん何センチなんだろうね。考えるかな。70代。人の身長ってわかんないよね。わかんない。なんか女の子の大きさしかわかんない。うん。もし
しも魔法が使えてたなら何をするの？もし魔法が使えたらな、ありがちなあれだね、定番な、なんだろうな、使えるな、シンプルに時間止めたいかな。それいいね、うん、欲しいじゃん時間、時間欲しいもんね、時間止めたいね、でやることやって進めて、そうですね、次行きましょう。あとお金をこうやって浮き上がる、湧き上がらせる。おすすめのアプリ、おすすめのアプリか、アプリ使うね、アプリ、ダッパン独り占め、 AKB48 のダッパン独り占め、皆さんぜひ。なんだろうな、あとはマイナーなアプリ使ってるよとか、マイナーなアプリ、全然何してるっけ、いつも何してるの、ひげ生やしたマネージャーなんていたっけ、え、なんでいた、ひげ生やしたマネージャー大きくねって言ったけど、いたっけ、ひげ生やしたマネージャー、どんな人いるっけ、でもヒゲを見たってことはコロナ前だね。確かにね。じゃあもう前昔もあじゃない？あのうん？確かに確かに。ヒゲ生やしてたっけ？え、そのイメージ一発パッて思う。大きかったよね。大きかったっけ？うん。ごっつりって感じ。ああ、ごっつり。そうかそうかそうか。次飛ぶテーマなの？次。あ、次話して、あ、これない、これない。最近一番楽しかったこと、おお、ほんと楽しいことだ、え、なんだろうな、まあ、でも3人でふざけてるって感じ、うまくなっちゃった、ベトナムでメンバーと走ったマネージャーか、あ、じゃあそこアンロケ、ああ、アンロケでもね、アンロケの収録一瞬で終わっちゃった、うん、すぐ終わっちゃった、あっという間だった、いや、すぐ、なんだろうな、絶対あるはず。私は劇場が楽しかった、深夜に友達とアイスを買いに行った、ああいいね、なんかよく、なんかエモいね、うん、あ、ちかっぱ、あ、確かに活動だとね、そのちかっぱとかめっちゃ楽しかったですよ、福岡みんなで美味しいご飯食べたりして、いいな、マジハーツも来てほしかったぜ、やだよちかっぱ楽しかったね、次行きますか、楽しかった、じゃん、んーじゃん、何かこれからやってみたいこと、こんないっぱいですね、うん、他にもいっぱいあるんですね、私はですね、YouTube でやりたいこと何個かあるんですけど、うん、チャレンジするうん、そうですね、これからやってみたいことはね、見て、見て、うん、うん、うん、今日上がるよって、素晴らしい。ヤーボー。ヤーボー。マカダミアナッツ買ってみたよ。昨日私が食べてたやつね。買ったの？やだな。うん？お皿。お皿。次行く。はい、次行きます。夢占い気にする？あ、する。するするする。めっちゃ調べちゃう。うん、変な夢見たら調べちゃう。皆さんは夢占いとかしたことあります？占いめっちゃ大好きなんですよ、信じる、超信じる、そう、じゃあ耳るだからね、そう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 だね、そう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 、耳見なきゃ、そう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 、見しますよ。学生時代の思い出は、おお、これいっぱいありますね、いいね、どこを取り上げるかというところがありますね、思い出たくさん、今まで母の方に話したことない思い出ありますか？いやー、なんだろうな、
そうですね。でも私は何だろうな、思い出、私は途中からミスターと同じ高校に通ったけど、うん、ね、楽しそう。体育楽しかった。あ、体育楽しかった、めっちゃいいな、ね、メンバーと同じ学校なんて羨ましい。ミスターがバレエ上手すぎてね、みんなから称えられてた。ウサギちゃん上手そうみたいな。超上手。みんな動く気ないんだもん。一人超やる気。3人とも見てるアニメとかある？超話しました。鬼滅の刃を見てましたね。リプなんていう？鬼滅の刃を見てた。え、イメージある。呪術廻戦もワンクール。ワンクール。うん。映画始まったじゃん。ね。そういえば見たい。学生時代の思い出ありますか？学生時代の思い出。初もめっちゃ勉強してそう。そんなこっちゃないけど、なんかどういう系かちょっとジャンルないジャンル。なんだろうな、学校行事。行事。うん、あ、私は中学1年生と2年生体育祭出たんですけど、うんうんうん、どっちも二人三脚だったんですよ。おお。で1回目の1年生の時に、うん、ちょうど二人三脚っていう競技ができたから、その1年目に1位になった子は。うん、あの歴代記録みたいな、うん、絶対なるみたいなやつね、うん、私の絵もう超早くて結局1位になって、うん、1位になって、まあ、ノリノリだったんですけど、2年生の時に二人三脚やったことあんまり顔に合わなくて走るのがめちゃくちゃ、ね、そうめちゃくちゃ身長差が結構あったから、うん、めちゃくちゃ転んで本番ね、めちゃくちゃ2、3回転んで、そう、それでまるで私が転んだんじゃないよみたいに、私はすぐ立て、すぐ転んでるかもしれない、見て、はい、頑張ってみたいな、最低っていう感じで、その子は吹けないやってましたね。全然早かったです、だから2年目は。二人三脚やったことないな。本当ない。やる？みさきちゃんもありますか？一緒ですよね。何？二人三脚の思い出。学生子なので。二人三脚さ、うん、ガチで中学生練習でも全部1だったの。うん、と本番になってトップバッターからこけ出して、気合入りすぎて、ね、そういうこと。そう、10メートルぐらい進んだらブワーッとこけ出して、めっちゃこけてんの。でそこでもうさ、遅れを取ってさ、結局、全然なんか余裕ぶっこいちゃったら一時に泣いてる子現れるんだよ。あらあら、その騎馬戦さ、うん、騎馬戦で毎回18個が勝ってたんだけど、1対1でやるやつ本番だけ負けて、うわ練習が全部勝ったんですよみたいな。なんで負けるんだろうね、都会と田舎どっち住みたい？田舎。なんか年にもよるよね。大学生とかは、時は都会の方が大学とかもいっぱいあるから、確かに都会に住みたいかなと思うけど、それ以外は田舎での方がいいかなと思う。なんか子育てとかをするなら田舎がいいなと思う。ちょうどいいくらいね。幼少期とかは田舎で過ごした方が思い出的にも私はいいかなと思いますね。わかんないけど、なんか自分。幼稚園の時はめちゃくちゃ田舎に住んでたけど、なんかそっちの方が小さい頃は楽しかった。なんか都会とかに住んでるより雪遊びしたりカエル捕まえたりみたいな方が楽しかったから、小さい頃は、子供が小さい頃とかは田舎に住みたい。あと犬、でっかい犬とか飼いたいしね。そう、え、そうだよね。田舎受験めちゃ不利だと思う。私もだってさ、会場と遠いしさ、会場大変だと思いますよね。あと塾とかね、塾ないからチャレンジやってるって子いたもん。チャレンジ、チャレンジやってたわ、ね、絶対みんな1回はやらない。で大体やめてさ、そしたらなんかまたタイミングで漫画が届いてさ、漫画やりたいってなるんだって。漫画見てたな、読んでたわ。うん、ね、めっちゃ時間かけて食べてる。す
私は体育祭の前でね、うん、あのソーラン節っていう、ああやるやる、ね、あれで優勝とか、優勝とか決められるの？そう、普通の競技とソーランの順位って違くて、うん、それでめっちゃみんな本気でやるんだけど、ソーラン、うん、ソーラン、ソーラン部門の順位とか、うん、優勝とか、それでみんなめっちゃ命かけてやるんだけど、命かけて、で私はもう超本気でやってたんですけど、たまたま審査員の目の前のポジションの男の子、うん、めっちゃ誰みたいな、うん、だったからか分かんないけど負けちゃった負けちゃったっていう、何段が飛べた？7や、うん、あれじゃない、あの8段めっちゃさ、めっちゃ跳ねるの見えたから、 あるあれで8段、なんか飛び箱めっちゃ得意だったよ小学校1年生からどうやり幼稚園がさ、やってるやつとかさ、めちゃめちゃ飛び箱やった。私、小学1年生の時、身長一番前だったんだけどさ、うん、セルジュン、確かその時のおじいちゃんの先生だったんだけどね、めっちゃ優しい、あつかちゃんは身長が小さいのによく飛ぶねーって言われた。飛んでた。懐かしい。最後の得意だった。うん。私ね、運動神経、中の上だからね。なんかでも、リレーの選手とか選ばれたら遅いみたいな。怪我しちゃったの？かわいそう、かわいそう、あ、ミサに住んでる、どうしました？ありがとうね、うん、そんな、今何時だ、うん、今5時半、うん、早いね。なんかよく骨折する男の子とかいたよね、小学校の時。間違いない、この前、あれこの前も松葉杖してなかった、いたわ、そうそう、未だに骨折一回もしたことないけどさ、行ったことある、うん、ない、けど中古の骨、ちっちゃい頃って骨柔らかいじゃん、うん、だから骨が曲がった、あで、あの矯正してた、 こっちの肩がブリッとなって、こうやってやってた、コルセットみたいなやつって、うん、そのね、一つ痛かったそう、私も怪我あんましてないけど、一回やらかしたのはさ、うん、掃除の時間にさ、廊下歩きながら、うん、廊下の窓開いてたんだけど、こうやって雑巾キュン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 ってましたから、ね、廊下の窓の外降りてったことあるんだよね、4階くらいから、いや、あるあるじゃない、いや、あるあるだよね、やっちゃったと、あとさ、あの黒板消しポンポンポンってして落としちゃうみたいな、あきれいに窓の外落ちてった、うんうん、そう、年末のさ、大掃除をみんなでやる、うん、懐かしい、ワックスかけてる家庭に入らないで、懐かしい、懐かしい、窓際でさ、結構大掃除ってワイワイ、いろんなとこ行くからさ、うん、違う掃除場所とかに、うん、それもめちゃめちゃみんなテンション上がってさ、鉄道金粉回して、あの窓からポンって捨てて懐かしい、なんか新聞紙で磨いてなかった窓、磨いてた、懐かしい、そんな時代あったよね、もう戻れないよ、悲しくなってきた楽しかったな、楽しかった、すごい
ス中学1年生とか分かる雑巾が系のレースとかしてたよね、うん、してたな。あとはトイレ掃除の水をこうやって水を吐くやつみたいな、なんか分かる、こうやって、うん、あれをやるのが好きだった。ああ分かる。あれ取り合いになるんだよね。何で分かる。ブラシじゃなくてこう水をシャ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 、なんかゴムブラシみたいな、それをやるのが好きだった。分かる分かる。あと教室のほうきさ、ちっちゃいほうきとさ、あ、あの大きいこういうさ、ほうき取り合いだった、うん、あの綺麗なやつをいつも必ず取っていく女の子だから、最初に。そう、ワイパー、そう、ワイパーみたいな。水を混ぜちゃうです。懐かしいなぁ、超懐かしい。あとトイレ掃除 の、うん、あの便器を磨くのをすごいみんなやりたくなさそうで、いつもじゃんけんとすっぽん、すっぽんでもあんま使わなくない、詰まった時くらいしか使わない。すっぽんのやつ一回も使ったことない。うん、あれね、詰まった時にね、使うと治るんですけど。先生よ。ああ、わかるわかる。あとたまに、いやこれはダメだな。あ、次なんかありますか、ルーレット。あ、行っています。次がルーレットで、今また、今の季節は好き嫌い。好き好き、冬大好き、夏大好き、なんか極端に夏か冬が好き。夏と冬、秋とか春、夏が秋と冬春好き。春と、春からあの梅雨を一回挟むじゃん、うん、で梅雨終わってちょっと涼しいけど夏に近づいてるよっていう時期が、それって初夏ってことで私が好きってことになるんですか。やばいやばい、ここは電源展開で。もしかしたら月が綺麗ですね的な感じの告白ですか、私に対して。ありがとうございます。月が綺麗。いいよね、夏も大好き。うん、夏でも一番好きなのは冬かな。冬、春、秋。春さ、花粉がなければ大好きや。確かにね。そうだけども、そうだけども、でも秋の涼しい時期もね大好きです。え、わかる。金木犀。なんか春と秋は風景が綺麗。まあ、桜とか紅葉とかが、いいこと言うね。だから好きなんですよね。詩人みたい。春とか好き、めっちゃ好き。空がめっちゃ綺麗な家。うん、綺麗すぎる。写真撮ってよ。それでフォルダーがいっぱい撮ってそう。ストップ。自分のしてた勘違いは何？むず。あの全国が世界中かと思って。全国全部じゃなくて。もう世界全部のことを言うことだから全国って感じ。これな、ね、あ、これドラムね、全国1位とかさ、え、全日本ってやってほしい。そうだ。ああ、思ってた、ね、全国ってもう全部の国じゃん。思ってたね。あと昔してた勘違いじゃないけど、清水まりえちゃんと佐藤しおりんと茂木かすみちゃんと小田えりと七瀬ちゃんらへんがみんな似てるなと思って、ずっと思って最初、一番最初思ってた。一緒だよね、あの辺雰囲気が似て一緒じゃん、みんな、うん、お姉さんでちょっと髪型も似てるし、そう入る前にさ、うん、なんかあの皆さんの顔ね、ぜひあの会う前に覚えてくださいね、うん、資料は忘れた。そうそう、で一覧が入ってたんだけど、ほんとそれぞれ気をつか、なんか一覧をね、もらったのよ、うん、47人で、あゆねちゃんのとこ、あゆねちゃんとさやりんってさ、ほぼ漢字一緒じゃん、うん、で、あゆねちゃん、さやりんのところにあゆねちゃんの写真が貼ってあって、おいおいおい、で、あゆねちゃんのところにもあゆねちゃんの写真が貼ってあったの、だから、え、双子いる。もう何回も写真に比べたよね。でも、スタッフさん、いや
うん、そうやな。うん、懐かしいね、入った時。もう昔の記憶だよ。昔の記憶だけども覚えている。懐かしい。じゃあキラキラとしたあの目そういえばアンロケのラストの曲で顔に顔描いて字書いたの、よく気づきましたね。初めて言われました。まさやさん、さすがです。あなたはさすがです。喜んでます、喜んでます。そう、誰も言ってくれなくてさ、あれ映ってないのこのあなたかなんか思ってたんですけど。そうなんですよ。ここにメリクリって書いてました。おでこに。加入前から知ってるエイトメンバーはいなかったかな。いなかった。入る前にオーディションを受ける時点ではもう動画とかめっちゃ見てたから覚えてたけど。うん。ただ、プリウスのトランプもいとこが持ってて、まだ全然認知してないけど、そのトランプで遊んだことはあるんですよね。はい、今考えたらあれチームメイトだと思って、まさかあのトランプをしてた、あのトランプのチームに自分が入るとは思いませんでした。すごいびっくりです。そう、トランプ持ってた。え、カレンさ、一時入って一時経ってイクミンがさ、うん、前あのめちゃイケさんに出てたのを、うん、たまたま全然知らない時に見てて、え、この人イクミンだったんだって一時たって気づきましたね。全然わかんなかった。そうそう、こんな人だったのかみたいなね。すごいですよね。いや、改めてすごいなと思いますね。いや、あ、愛知県民、確かにさすが、うん、プリウス。そうそうそう。じゃん、小さい頃にしてた習い事は？ってだぞ。私ダンスしかしたことなかった。そうなんだ。うん。私はですね、習い事だもんね。絵の教室。おお、すごい。習字、ピアノ。うわ。塾。ええー。今回な。いいね。なんかいいね。やりたかったもん、それ全部習字とか。あ、でも夏休みのちょっとの期間だけ英語教室とか行ってた。ああ、何も覚えんかったけど。全部中途半端で終わりましたけど。川原ちゃんは何かしてましたか？私はスイングと書道とピアノと、うん、いろんなジャンルやってる ね。私ダンスはね、体験に幼稚園の時に行ったんだけどね、うん、もうね、つまらなすぎて自分ダンス向いてないなって言って、こう乗るのとか本当に無理で、いや、ダメだねってお母さんに言われてやりましたでもダンスは私絶対やらない、将来と思ってたんだけど、まさかね、こんな本職みたいな、踊ることになったら思いませんでした顔合わせで一番最初に喋ったのは、私ダンスやる予定じゃなかったんだよね、本当は。そうなの。そう、あの幼稚園のお遊戯、お遊戯会あるじゃん、うん、お遊戯が好きでお遊戯やりたいって言ったの。あ、そしたらパパがダンスに連れて行ってくれただから、なんか違うなと思いながら見てたやりたいのちょっと違うな人間でも ダンスやっときゃよかったと思うけどね、AKB 入ってみたら、入ってみたらね、うん、やっときゃよかったって。なんかあんまりなんかあんまりさ、うん、最近入りましたみたいな子がいたのよ、その体験行った時、体験っていうのに行った時、うん、でこの子負けてやるねと思って、ミスサっぽいわ、絶対私の方が今は入っちゃった。すげえ、仮に行くの毎週憂鬱だった。まずか嫌だって言ったらお母さんがすぐやめていいよって言うからすぐやめてた書道も2ヶ月くらいかな。いや、バレエやってた、バレエやってたけどさ、バレエめちゃやめたかった最初、まあ、もうバレエちょっとやったことあるけどね、全然楽しくなかった全然多分、うん、習字も2ヶ月でピアノは2年、あと何やったっけ、あ、でも絵の教室は結構ずっと行ってた、
でもあれはなんか教室っていうか一緒に絵をおばあちゃんと描きましょうみたいなとこだから。でも上手だもんね、すごい。いいよ、何か教えてもらったわけじゃなくて、ただ絵描くの好きだから、うん、絵描いてたってだけだから。いいね、楽しそう。あ、部活はみんな入ったことない。あ、1週間だけ野球部のマネージャー。結局中学校は、え、残ったのクラブみたいな、うん、音楽クラブ、器楽クラブで大会出たりとかして。 何をやってたの？とね、最初鉄筋で、うん、あとね、アコーディオン。あ、すごいじゃん。くらいしかやらなかった。すごい可愛い、変わってくるね。マジでやべえ。もう申し訳ないね。うん、ポーンって音ない。そうなの、ね、それは。めっちゃ声が、めっちゃ声通る。楽しかったな。うん。ダンス本当に行きたくなかった。楽しく好きだったけども、なんかね。楽しかったこと。怖かったね、今。でも楽しかったですよ。私、塾楽しかったんですよ、小学校の時は。すごい。いい。あ、楽しかったかな、あれ。記憶塗り替えてるかな。なんか塾、小学校の時はね、楽しかったんですよね。でも、中学になった瞬間、すごい、もう勉強モードに切り替わっちゃったのが、もう嫌で、やめちゃった。Can you speak English?眠た。高いところは好き？嫌い？好きですね。まあ別に高所恐怖症ほど怖くないの好きですよ。うん。高いところから見る夜景とか景色とか好きですよ。イエーイ。シャンメリー飲んだ？飲んでない。シャンメリーなんてずっと飲んでないの。小学生の頃飲んでましたね。クリスマスとか。多分そうなんですよね。最近トライしてみたこと、ないわ全然。なんだろう、トライしたこと。ああ。片道2時間の距離を往復歩くチャレンジをした。一人ですごい。はい、イングリッシュ、英語、英語、英語、おいおい、めっちゃ電波が。マルチ付けないで、マルチ。オートミールを食べるようになりました。おお。でも、全然苦手だ。3人では最近の時はもう少し来るのか。そうだ、あ、そうだ、小学生に戻りたいな。できたの？歩くのですか？歩きましたよ。ネイルしないのね。いや、そう、ネイル下手くそなんですよ。すごい恋愛トークテーマルーレット。何？みんな何、どういう系のジャンルの話が聞きたいですか？あ、はい。あった。どういう系の話が聞きたいですか？ゴリゴリ。告白する側？される側？がいいかってことはタイプだと思う。ああ、なるほど。私、え、どうなんだろうな。どっちがいい？される。え、自分から絶対できないタイプなの。そうだよね。じゃあそれぐらいなら諦めます。そうなんだ。わかんないけど、どっちがいいんだろう。でもさ、されたら普通に嬉しいよね、絶対。そうだね、うん、嬉しくない人なんていないですよ。だってね、絶対嬉しいは嬉しいよね。うん、浮気はどこまで許せる？どこも許せないですよ。浮気はどこだ？浮気に許すなんて選択肢はありません。あの、わかんないけど、よく言うやつってさ、うん、
その彼女に対して黙っもう言えないなっていうものは全てわけじゃないですか、堂々と言えることまで。男女に友情はありますか？知りませんけど人によるじゃないですかすごいカクカク。どうしようか、どれからいきますか。初恋の思い出。やだやだ、みんな覚えてる？覚えてる？全然覚えてない。覚えてないの？なんか前もう書類言っちゃったもん。聞かせてよ私の初恋はですね、いや小学校5年生かな、5年生かな、6年生かな6年生かなですかね。なんかアルチャンブル、本当だ、一旦私がバイブって言ったらですかね。覚えてないですか、本当に。うん、なんか、うん、おい覚えてもおい熱っおい、いつが初恋なの？だから小学校4年生から私が4年生って。どんな子だったんですか？普通の顔。初恋小 6？ 小4、小5、小6。マジ？何を丸だってんだよ、人の初恋。ミスさんはいつなんですか？ミスは幼稚園の方じゃない。勝手に。イメージ。勝手に。幼稚園の時年中さんとかでカイト君とかそこら辺の名前が好きになってそう。なんかカイト君わかるわ。カイト君だった。なんかいそうじゃない？絶対学年に一人はいるでしょ。カイト君とか。確かに確かに。ね。カイト君とあとなんか名前なんかあるかな。ゆうき君とかいそう。カズマ君とかいない？いた。ゆうき君いた。いるよね。ゆうき君、ゆうまくん、あー、わかるわかるわかる、ゆうたくん、わかる、ゆう絶対いるよね、一人は。わかる、かいとくん、やんちゃそう。うん、イメージだけどね。北斗くん、北斗くんとかはいたかな、いなかったかな、初監督は。あと、女の子とかはね、美咲ちゃんはめっちゃいるよね。いるよね、初子の友達も美咲ちゃんいるもん。あなたじゃないけどあなたじゃないところでいるけど、いる友達で。美咲ちゃん絶対ひなちゃん、ひなのちゃんとか、いるね。初子の友達ひなつくしね、一番なんかね。小学生にもありますか、好き。好きな人のタイプは。これ難しいよ。にくいですよ、アイドルとして。確かにアイドルです。全部ですから、なんか変なことで答えちゃうと炎上しますからね。私は大人の余裕がある方ですかね。別に年とか関係なくね。あ、分かる。私はよくこういう時に言うのは、で本当に思ってることで言うのは、店員さんにタメ口じゃないと。なんか必須じゃない？うん、確かに。じゃあ、いい人だね。ポイ捨てとかしない人お父さんみたいな人。ああ、確かにアイドル。お父さんみたいな人って言ったアイドル回答ってこと、うん、そうだね。じゃあお父さんと一緒。お父さんタイプじゃないんだけどな、全くお父さんみたいな人だったら会話続かんわ確かに会話続かん、続かんわ。ひたちゃん、ありがとう、本当にありがとう。神に見える、うん、あ、光ってる、うん、見えない、光ってる、あ、眩しい、あ、見えないふざけまくりやろ、もうちょっと雑魚キャラみたいなアニメの隣、温度差やばいよ、そこなの使えないやつらみたいなこれ壁、ありがとう。次が出すとしたら、次の新、自分が出すとしたら次の新聞の曲名は、
奥って最高じゃん。大喜利なんかワイワイ系の曲そうね。最高歌謡っぽい。もう6時になるよ。マジ？あ、あと3分で6時だ。マジ？もう出ないといけないじゃん。いや、ここはずっとあげるから。え、そう、ずっといるの？一応的な。うん。そう。今度6時までだなって言われて。そう。何で選んだの？あ、そうじゃん。そうだよ。もう、やばい。出なきゃね。そうだよ、そうだよ。いや、6時かなんか使われてきな。いいですね。6時までなら使えるみたいな、うん、ここ長い間こんなに長い配信したも久しぶりかもしれない。めっちゃありがとう、教えてくれて時間。じゃあ後でこのサンタコスの写真は撮って SNS に載せますのでお楽しみに。ありがとう、長い間いろんなお話ができて楽しかったですね。楽しかったですね。美味しいもの食べて、ちょっとちゃんとパーティーはできなかったけど、うん、楽しかった。ありがとうございました。一旦さ、傷は、一回ここ毒なんていけないよね。そうね。一旦これ、まず、じゃあ配信終わろうかとりあえず。一旦配信終わる。ではランキングを読みますね。じゃあ。じゃあ。団長さん、ありがとう。ランキングを読みます。13位、このハゲが、これ読んだしかったのかな？ありがとうございます。12位、まさやさん、ありがとうございます。11位、ひでじろさん、ありがとうございます。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。9位、ぬっしーさん、ありがとうございます。8位、たか 100% さん、ありがとうございます。7位、関西8押しさん、ありがとうございます。6位、とりおやじさん、ありがとうございます。5位、ももかんさん、ありがとうございます。4位、ひがさん、ありがとうございます。3位、たあとしさん、ありがとうございます。2位、もりさん、ありがとうございます。8位、はやちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。昨日できなくてごめんなさい。今日は。ユイミールドサリーでこのちょっと見にくい時間だったかもしれないけど、長時間ありがとうございました。皆さんこの後もクリスマス楽しくお過ごしくださいませ。それじゃあありがとうございました。バイバイ。バイバイ。